静岡県の川勝平太知事が新規採用職員訓示での発言が職業差別と受け取られた後、記者会見での逆ギレとも取れる態度を見せた。発言の真意について釈明を試みたものの、批判は収まらず、最終的に6月の議会をもって辞任すると衝撃的な発表を行った。この突然の辞意表明に、ネット上では川勝知事への非難とともに、過去の辞任拒否の経緯を引き合いに出して疑念を抱く声も上がった。